は、こんでこんばんは、はるけです。今回は、フッティーズチーム2が開幕したので、パクを引いていきたいなと思います。まあ、チーム1と比べてもですね、チーム2も非常に強くなっていて、特にアイコン選手と女子選手がめちゃくちゃ強いかなというふうな印象を持ちますね。で、また再輩出というふうなことで、豪華選手再び出てくるようになってますね。まあ、こちらにもペレがいますので、ペレは2バージョンが出る可能性があるというふうなこと。フッティーズアイコンとバースデーかな。もう2種類のカードがパッからね、出るというふうなことになってますね。じゃ、それでは、行きましょう。ぜひ、当てていきたい。ぜひとも当てていきたい。まあ、そうですね、特殊カードが非常に多いね、この期間になってますけれども、その中でもやっぱりフッティーズカード、当てていければ、あと、まあ、アイコンね、引きたいなと思ってます。で、今回はまあ43パック、まあ40パックちょっとぐらいありますんで、まあ様子見ながらちょっと引いていこうかなと思いますね。まあやっぱり、当てたい選手でいくと、ペレとか、カントナとかで、もちろん女子選手ロルフォ欲しいなと思ってますね。男子選手でいくとまあレバとかかな、現役でいくと、まあ、そこら辺欲しいなと思いますね。でもかなり豪華やっぱり、特にやっぱり本当にベストとかもかなり強化されてるし、まあ、チーム1に負けないね、メンバーかなと思ってます。アイコンのね、フッティーズアイコンの光をちょっと見たい。見てみたいですね。また、だからバースデーアイコンのペレなんかは、裏あたりというかね、そっちでも全然ありっていう感じなんで。まあ、でもフッティーズかな。やっぱり。で、先週もそうですけれどもね、その、どの演出かどうかがわからん。あ！これは、なんだ？これはなんだ？あ、フューチャースターか。フューチャースターだ。そう、何が、あ、これ、この演出かっていうのがちょっとわからへんのでね。あ、でも、でかい。1万コインでかい。そう、だから、ちょっと、カードが出てくるまで、待たないといけないと。でもね、やっぱりね、今週もね、非常に多くのパックありますよ。いいパックがね。結構やっぱ目標とかでね、84×10 とかもらえるから、そん中で当てたよね。そん中でやっぱいい選手引きたい。もうでもそろそろ来作に向かってる気はします、気持ち的にね。あ、いいね、アクーニャ。いや、でもちょっと、カントナ、ペレ、欲しいな。あ、ハンセンもめちゃくちゃ欲しい。結構女子選手とアイコンがなんかメインなチーム2になってる気がします。まあ、ここら辺はそんなに。後からもバンバン特殊来よるから。チーム1、選手は結構当たった方かなと思いますね、フッティーズのカードは。それなりには。ただめちゃくちゃ大当たりっていうのは引けてないから、欲しいですね。一人現状100万超えでも超大当たりだと思うんで。あ、あ、これは違うね。これウィンターワールドカードだ。あ、ヒーロー、あ、違うわ、 UCL だ。立憲来ました。わかんねー、わかんねえ。カードのこう演出がもう全然わからへんわ。緑やったからウィンターワールドカードかなと思ったけど、 UCL ヒーローでした。 83×2 いきましょう。まあ、でもここら辺のパックもね、ちょっと侮っちゃいかんよっていう時期に入ってきてますね。特殊が来る可能性あるから、まあこれからフッティーズっていうことも全然ありえるよね。来い。まあ。全然。こっから。あとは素材もね、ちょっと欲しいから。素材も少し欲しいよと。で、83×2。
残りもう30。あ、これ打ってるじゃん。あれ、来た、キングや。よし来た、キング来たよ。ちょっと黄色っぽいね。あー、来た、キングね。キング来ました。レドリー・キング。序盤はね、結構人気選手やったと思います。キングね。自分も使ってた。ベースも、トリプルスレッドも多分使ったかな。と思います。81×2 行こう。今の 83×2 できたからね。よし。まずはなんとかフッティーズ1名。アイコンは多分ちょっと色ちゃうんかな。多分そうよね。多分違うよね。82×2。残り30パックです。まあ。全然。もうキングで全然十分よ。激アツパックに行く前に、キング当てれたのはマジナイス。83×2 名いきましょう。まあ。お？あ、女子か。いやでもハンセン欲しいな。特にちょっとハンセン欲しいな。ハンセン、ロルフォ。やっぱこの二人ね、欲しいな、チーム2は。特に。アイコンはやっぱりちょっと当たりにくいとして、そう、じゃあフッティーズカードでいくとハンセン、ロルフォで、まあついでレバンドスキーとかかな。おっと来たよ、なんか色ちゃうよ。アイコン来たよ。よし、リケルメ来ました。あ、待って、リケルメ被ってる。あ、かぶってるかー。うわー、ちょっと溶かしていきます。はい、溶かしてきましたのでマイクラブに送ります。一応89の選手1名と交換してゲットできるパックかなと、交換をしてきまして、あ、これかな、選手51名。あ、これワンチャンあるぞ。あ、全然ないわ。普通に金選手来た。あ、でもミード。ナイスウォークアウト、でかい。いいよ。ナイスよ。でもナイスよ。ワンチャンでも、あれいいね。ワンチャンあるんちゃう？あのパック。こっからちょっと熱くなってくんちゃう？ TOTS アプレイ。まあ、これちょっと引きましょう。これはまあ、誰でもいいです。誰でもいい。OK、ラビオ。ナイス。まあ、S とか TOTW とかね、結構もう要求してくるから。メガパックいこうか。ちょっとここら辺のレート制限ないやつはもうほんまに信用そんなしないんで、パッパと引いていこう。もうレア選手、ジャンレア、アルティメットももうそんなに期待できんよ。レア選手いこう。まあ、怖い。レア、特にレア選手はもうほんまに、毎週コン。最高ズレ。ジャンレア行こう。確率？ワンチャン高鳴ってるとか、そういうのある？あ、これ。フッティーズ。フッティーズどこ？フッティーズ、あ、当たりにくいね。あんま変わってないね、多分。あんま変わってない。まあ、でもあの確率よりかは全然当たる気がしてる。当たる気がする。まあ、だから選手もそうやったね。だいぶ可能性低かったけど、確率の。お、キミヒと。お、コンパニー来た。序盤やったらむちゃくちゃ大当たり。ナイス。
ナイス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 よ。いいじゃん、素晴らしいじゃん。アルティメットいきましょう。トレカです。トレカ全然来ません。金だ、金が来た。モドリッチが最高か。やっぱ厳しいね。トレカのアルティメットはちょっと厳しい。トレカはちょっと厳しいね。なんか体感だいぶ当たりにくくなってる気がする、トレフカより。さあ 84×2 名、こっからレート制限が来たよ来たよ来たよ。こっから特殊祭り来るよ。オランダ ST、 あれ、あ来た、ファンニスロイ。あれ、フッティーズの演出じゃなかったよね。普通にアイコンの演出か、フッティーズアイコンは。よし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 、来た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 、いいね。初めて見れたフッティーズアイコンの演出を。演出普通のアイコンと一緒ぽかったね。おっと来たよ、もうこっから特殊祭りだ。オランダ CM ミラン、ラインデルス。これ裏ってこれな、ど、これ何、あ、ゴラッソか、ゴラッソだ、ゴラッソロシツキ。いいね、やっぱり特殊がバンバン当たるっていうのは素晴らしいね。楽しいよ楽しい、やっぱりこれだけ色とりどりのカードが出てくるとね。さあ来い、あ金です。あハーランド、腕号、腕号か。いやいいね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 。今のところキングとファンニセローリー、いいじゃん。逆に現役が出ないというアイコンね、アイコン見れたからマジナイス。今週はああアイコンやぞ。フランスセンターバックフッティーズはないな多分な。バースデーか、ブランか、ブラン来た。あれブラン一人、いやでもナイス。いやこれアイコン選手紛らわしいな、多分全部一緒やな。だからバースデーアイコンもフッティーズアイコンも一緒の演出やから、これ国か、国で決まるな。あ来たアイコンや。イングランド ST はフッティーズにはいない。ゴラッソか、ゴラッソか、そうか、ゴラッソアイコンもいんのか。わこれ結構アイコンえぐいな。アイコンの白のやつが来てもフッティーズである可能性がちょっと低いと。ゴラッソもいて、ウィンターワールドカードも多分いて、でバースデーもいるんでしょ。うわー、じゃあファンニセロイ結構なかなか運良かったか。いやでもあります、アイコン2枚引きってこともあるからね。 85×3 名いこう、残り16パック。青いぞ青いぞ。あデイビス来い。あれ違うな、チェルシーじゃない。あーローレンスか。あジェームズ来たジェームズ来た、ナイスナイスジェームズ、ありがとう。わすごいね、色とりどりです、素晴らしい。いいねいいね、今のすごかった。そうやな、金がちょっと出にくくはなってるよねこれね。特殊がもういっぱいから、か可能性あるぞこれ。フッティーズこのから中もうえぐいぞこれ。 87×、 あ85やなこれやな。85×5、 来い金、ここに来て金。まあでも逆にかぶらへんっていう。あナイス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 、うまい具合にかわしていってるよ。かぶるとちょっとめんどくさいんでね、かぶらないの大事。もっかい 85×5 いこうか、頼む。アイコン、あこれフッティー、あちゃうか、色ちゃうな。あでもフッティーじゃない、あれちゃうか、いや違うな。ああちゃうわ、バースデーか。
ああ。はい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 。シュタッハね。うわ、かぶった。あ、でも、モドリッチはいけんねん。ちょっと、ミードはちょっと、無理やな。ちょっと、今回はちょっとごめんなさい。さあ、もっかいかぶったら、また溶かしに行きます。もっかい行こうか。85×5。トレ、不可です。頼む。青いぞ。S か。イングランド ST。あ、アイコン。ん？これ何アイコン？あ、レネか。あ、待って。Y や。女子だ。ハンセン。よし。逆に、こっちでハンセン。こっちの。来た、めちゃくちゃ大当たりじゃないの、これ。よしよし。Y ハンセン来た。でも待って、50万ぐらいか。でも。いや、全然十分。こいつで普通にやれるから。ナイス、ナイス。いや、ありがとう。フッティじゃなくって、S でもなく、Y のハンセン来ました。だから、ハンセンも、そうか。フッティーズ版のハンセンと、この Y 版のハンセンがいるということですね。じゃあちょっとリネカちょっと溶かしていきます。すいません。はい、リネカね、溶かしてきましたんで、またマイクラブに送ります。で、ママルダシュビリを作りました。まあ、96なんで、高レートでかいなというところで。いや、Y のハンセンでもありがたいな。でかいな、今の。今の何？ 85×5 できたよね。トレフカ、あ、トレフカで。85×5 でもマジであるな。84×20。これ、引く？ 87×3 からいこうかな。うわ、絶対被りそうやな、これ。結構溜まってきてるもん。あ、84×2 いこうか。これいこうか。ただ、高レートがだんだんもう埋まってきております。あれ、金！金はちょっと。あ、でも、被るな。ナイス。ひどいな。まあでも、いや、ナイス。被らへんってことが、ナイス。デンベレとパレホ来ました。さあ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 。87×3 名いこうか。87×3。残り11パック。いや、全部引く。多分めっちゃ被ってきそうなんで、ちょっと今回も貯めとこうかな。いくつかは。もう Y 反戦で、お腹いっぱいです。あ、ん？ブラジルキーパー。エデルソンか。エデルソンと、裏はこれ。あ、メイクヤマーク。うわ、この人被ってるで。この人持ってる。この人持ってんねん。いや、持ってんねん。ちょっとごめんなさい。溶かしてきます。はい、溶かしてきましたんで、マイクラブに送ります。で、再リリースバッジ2のピックですかね。まあ、これはそんな当たりません。これはそんな当たらん。ひどいな。あ、でもアビリーナイス。94。あ、これナイスやな。これナイスナイス。ありがとう。当たりました。当たりました。行こう。87×。トレカ引こうか。トレカ引こうか。だから、トレカ引いて、残りね、3パック引きましょう。じゃあ、87×3 目。これトレカと、で、これもトレカ。で、ラスト、87×3 名。1個、引こうかな。と思います。じゃあ、85×5 から。これトレカです。トレカ、来たよ。ポルトガル ?RB? カンセロか。金か。あ、トレルブレザー。あ、UCL ヒーローや。うわ、アイコンとか欲しいな。誰？あ、アベディ、いや、そっち？フッティーズのアベディペレが欲しい。もしアベディペレならば、そっちが欲しかった。まあまあまあ、でかいでしょう。売れんのかな？いや、もう売れへんか。もう1万1000か。あ、そうだね。もうクイックの値段帯だね。で、腕5、OKOK。トレッカはこれができるから。ありがたい。で、87×3
3名。これ引こうか。これ引こうか。これマジあるよ。これマジあるぞ。あった、来たよ。あ、Y? S か。あ、ヒーロー。でも、フッティじゃない。リッケ。あ、S だ。ルッソ。ルッソ来た。いや、なかなかフッティーズは難しいもんやな。あー、ひどい。これ87、これクイックした方が高いんじゃないの？多分、こういうのはクイックした方が、あ、リッキーは多分クイックした方が高いんじゃない？わからんけど。うわぁ、引きたいなぁ、なんかどんどん。でも被るもんなぁ。87×、だ、わかった。87×3 名いって、で、最後 8×10 行こう。残り2個引こう。うん、それで行こう。8×3名行こう。トレー不可です。来い。あ、あ、ミカウターゼ S だ。 S はありがたいよ。 S はありがたいよ。誰？あ、メルじゃんね。あ、でもちょうどかぶらへん選手が来た。あ、ありがとう。すごい。やっぱ色とりどり。でかいね。ただ、フッティーズの現役は来てないからね、まだ。アイコンとヒーローは1枚ずつ引いたけど。ラストかな。まあ、でも被らへんかった、ちょっと被らへんかったらもう一回行こう。これ引いて、で、最後 84×10 行こう。で、残り5パック残しとこう。うん、それ、あ、来た！来た！あれ？これ何？これ何？リバープールのキャム？あ、エリオ。あ！パストグロリーだ。コパ。え、コパこれ。あ、コパだよね。アントニオ来ました。え、パストグロリーも、また、配されてんの？早くない？あ、ナイスナイス。なんか、急に被らへんくなったな。ですけど、まあ、残しておきましょう。チーム3に。あんのかな？いや、あると思う。さあ、8×10。これ引いて、終わります。チーム2のパック開封、はい、お願いします。フッティーズお願いします。来た、アイコン来た。ドイツ RB 誰？フッティーズやな。ラ、あ、フッティーズ、フッティーズまたやん。